と俺は思うけどね。そこからしか情報が入ってこないからね。ああ、CNN。戦争アレルギーのせいじゃない、その割にはよ、パグーよ、その割に昔 の太平洋戦争の過去の負の遺産の番組はよく作るよな、 NHK って。自虐が好きなのかね、あいつら。俺そう思うよ。ああ、そうまね。発出所めんどくさくないよ、入り口と出口が決まってるから。まあ、自虐視感っていうか、まあまあ、何にしてもロシア君はどうも NATO が気に入らないみたいだから。もうジャイアニズムに陥ってるよ、マジで。お前のものは俺のものになっちゃってるよ、やばいな。ああ、長引くか、ウクライナがギブアップするか、どうすんのかね、わかんねえ。ゴンタイらっしゃい。まあな、陸戦部隊だからな、ロシアは。海使えねえからな、軍港を抑えられたらギブアップだから。もう今頃アメリカの原潜あたりがどっかに沈んでるかもな、沈んでるって潜ってるかもな、シーンとしながら。ロシア艦隊知らないんですか。ロシア艦隊なんかね、知らねえよ。もう発出所いらねえから、興味ねえんだよ。
そうそう、花子な。うん。世界恐慌が来るの。だからあれじゃねえかよ。ガソリンだって、あれどうすんだろうな。ガソリンは上がるわ。そのくせ、CO2 削減とか言ってる割には、原発の再稼働禁止だの、なんだの、わわわわ言って、で、じゃあ火力に頼るのかとか、もう言ってること矛盾じゃねえか、みたいな。プーチンを追い込んだな。どうだろうな。ああ、それは言わせな。その可能性はあるかもしんないね。だから、プーチンより強いリーダーが出てくるしかないね。うん。でも、出たら、毒殺される。間違いなく。これパターンだから、いつも。恐ろしい、そういうとこよ。目が出そうになると必ず殺されるか、毒盛られる。後々こいつやべえなっていうやつは、でそいつがどこに行ったか分かんなくなる。セブンさんありがとう。だからあれ補助金が今この間まで5円だかの補助とか言ってたのが急遽25円の補助かなんか入れるんだろう。そりゃって25円入れたってどうなんだっつうんだよ。まあ俺は車乗らねえからいいけど、だからもう時代はもう化石燃料じゃねえんだな。うん、いやハイブリッドを買わない。だから逆に言えばハイブリッドを買っちゃうと今度電気買わなきゃなんねえだろ。じゃあ逆には電気代だってこれからどん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 上がってくで。ああ。うん、電気に移行が進むんだけど、日本は、いや、水素は、いや、車の話だけじゃなくてさ、エネルギー効率の話を考えたらさ、ちょっと水素は、エネルギー政策としては弱いね。だから俺前に言ったじゃんよな、前にさ、俺の考えだったんだよ。電気自動車作るんだったら企画を作ってね、ガチャコンって入れれるバッテリーを作って、それを各スタンドに置いといて、満充電のやつと入れ替えで、はい、いくら、はい、いくらで。それやりゃよかったんだよ。そういう車作りをしてこなかった。うん。そんまね。そうだよ。だから思い起こせば
ソニーと松下のあの戦いみたいなもんだよ。 VH とベータの、うん、10年バイクみたいなバッテリー、いやいや車のやつはもっとでかいよ、うん、そこを目指してんじゃないの、ハゲちゃん。技術的に無理みたいですな。違うんだよ。だから企画の統一をできないからでしょ。いやいや、ちょっと待てよ。シャネキュムリ、バッテリーがクソでかいから非効率的なんだよ。っていうわけ。じゃあむしろそのバッテリーを充電するスタンドを新たに作るな、金どっから入れんの。そっちの方が非効率だと思うよ。現状あるスタンドにあんたんとこでこれ充電して置いときゃ、そういう車入ってきたら入れ替えてやればいいから。充電 1% いくらで売りゃいいんだから。そうだろ？ハンニャありがとうマーノー。決まった。アダース。ビクトリー。イエス。そりゃ PHEV だろ？すべてがそれじゃないからさ。うん。全部が全部それになるわけじゃねえからさ。ちょっと待って、お借り取ってくる。よっ。うん。にゃんこらしょ。スイスはリチウムイオン電池に、うん、でもそうすると鉱物資源の値段も上がってくるわけじゃん。ああ、だからあれだよ。宅配便の運賃も上がってってんじゃん。うん。あんたたち行くわよ。いいわね。ケビ。ここ入れりゃいいだけなんだけどね。そりゃそうだよ。だってさ、テレビでさ、日産ノートとかやってんじゃん。あれ満充電で460キロか。でも実質条件変わったら多分400キロ走んねえぞあれなあ。あのリッター何キロのあの数字と一緒で、当然エアコンもかけるだろうし音楽も聞くだろうしなあ。
まあまあ足がな不便だから逆にはよ、あそりゃそうだよ、もちろん一番食うんだから。だって車だってそうだよ、あの車っていうかガソリン車だってそうだよ、エアコンのスイッチ入れるのと入れないので全然違うよ。うん、ドラミさんいらっしゃい。そう、じゃあ今度ブラジル調べてみるよ。うん。でも 100% 電気自動車には移行にはならないよ。なぜなら石油元売り会社がある限り石油売るんだよ。な、むしろガソリン車の低価格化が進むんじゃね。ガソリン車は安くしますよみたいな、ディーラーが。のような気がする。原発を10基、まあ日本じゃそんなん無理だしね、うん、原子力政策はもう終わったんだよ。だいたいさ、だいたいだよ、柏崎刈羽原発な、あれ原発できた時にな、避難訓練一度もやったことないんだよ。その質問記者がしたら、避難するようなことは起きませんからで終わったの。バカだろ。アホだろ。もう。うん、ブラジル。わかった。うん。いいよ。お前がどこで仕入れてきた話だか知らないけど、防災訓練じゃねえよ俺が言ってんのは。いわきの遠洋漁業、さあど
どうだろうね。ああ、静けいらっしゃい。なんかね、俺になんか、だいぶ教えてくれてるから、ああ、そうなんだと思って。って聞いてるだけ。まあまあいいんだけどさ、うるせえこと言ってんなこのガキと思って聞いてるけど、うん、なっちゃうな、ほんとな。日本もよ、なんかな、夜なんかもめえよ、俺が住んでる近所なんかもよ、8時か9時になったら真っ暗だぜ。ああ、全然大丈夫ですよ、ブラジルさん。ありがとうございます。これからも助言よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。どうなんだろうね。もう夜いねえぜ。マジで。真っ暗闇になってる。この南が。はい、ありがとうございます。出口？ああ、この間1万円なんで俺に振り込んだの？また返せって言うなよ。俺の口座に江口1万円振り込んだろ？俺気がついてないと思った。なあ。そうか、もうビクビクだよ、返してくださいって言われるかと思って。今度は倍にして返してほしい。やめてくれや。いや、向こうには向こうの家族がいるから。俺なんかほら一人だからさ、なんだかんだでプーダラプーダラしてるから。お年玉、まあ子供のお年玉ぐらいだよな。返せとか、あんたが仕向けてるからね。いやいやいや、だって返してもらったんじゃん。仕向けるも何もねえじゃん。で、返してもらったんでしょ？で、またなんで振り込むの？いや、いいよ、すっからとかもう。もう俺と関わんなくていいって。すっからじゃねえから。もう勘弁してくれよ、俺。もう関わりたくねえんだから。だから俺言わなかったんだよ。あなたの名前も出したくねえから。俺の性格だったら、おいおいおい、お前らよって。俺のよ、口座によって。普通だったら言うはずなんだよ。気がつかねえわけねえんだから。なんで言わなかったか。付き合いたくねえからだよ。
たまたまてめえがここにコメント打ったから話に出してやっただけだよ。どんな風の吹き回しで俺んとこに1万円振り込んだのかなと思って。ああ、ブラジル、お前ダメだ。お前はマウント君だから。ダメ。この人は全否定の人だから。さよなら。これくせえな。なんか企みがあるんだろう。ん？振り込んだ詐欺じゃねえ。いやいや、俺の口座に入ってるよ、1万円。うん、確認してるよ、それは。うん。裏も表もねえ、別に。その1万円で俺をコントロールしようとしてるのかも。そう？どうかな。俺のことを。俺はお金で基本あんまコントロールされないタイプなんだけどね。うん。金くれてやっからあれやれこれやれは俺は乗らないタイプだからね。気分が乗らなきゃ。毎月1枚送るんじゃね。なんだよそれ。10枚貯まったら返してくるぞ。やめれやそれ。あのスタンプカードじゃねえんだからよ。なあ。やめて。マジで。ねえ。利息とかつかないからね。今では立派な配信者になられました。へえ。結局そこ着地点になったんだ。そうなんだよ。俺の配信に来てるリスナーって過去ね、みんなね、ちゃんまんが楽しそうにやってるから、俺も配信やってみてえなって思う人が多くて、結局配信チャレンジじゃあになるんだよ。多いよ。俺んとこのリスナーで配信チャレンジャーになったの。かなり。だから俺が反応しねえからここでコメント打ったんだよ。うん。どうも。気がついてねえのかな。いやーって思ってコメント打ったんだよ。さあ知らない。まあ楽しくさ配信はやりゃいい。